こんにちは、あたりです。おはようございます。お久しぶりのミニあたりチャンネルでございます。なぜ急に、こんなミニあたりチャンネルをとんでもない中途半端な時間に、配信しようと思ったかというとですね、ちょっと今僕寝不足なんですよ。はい。なぜ寝不足なのか、ちょっとね、まあちょっとこう言っちゃなんですけど、ちょっとあることをちょっともやもやと考えてしまって眠れなかったんですね。眠れなかった。あいつのことを考えてたら眠れなくなっちゃったんです。はい。それというのも、まあ、昨日の夜なんですけども、ベッドで寝ていたんです。まあ、ちょっと、まあ、仮眠程度にね、1、2時間寝ようと思ってベッドに寝てたんです。そしたら、まあ、僕はいつも、まあ、横になるかうつ伏せになるか、まあ、その体勢で寝ているわけですけど、まあ、その時はね、ちょうどこういう体勢で寝てたんです。こういう体勢で寝てた。で、そしたら、まあ、そろそろ、まあ、なんか感づいちゃう方ももしかしたらね、まあ、いるかもしれないと思うんですけども、あいつがやってきたんですよ、僕の手の上に。なんか手こそばゆいなと思ったんです。手こそばゆいなと思って、そしたらなんかだんだんこそばゆいのがこう上がってくる。ね、なんだと思ってね、手がこっちの手がこそばゆい、なんだ、ふっ、ね、じいさんがいたわけで、じいさんが、はい、いやー、びっくりした、びっくりした、目があったもん、なんかこそばいいな、ね、で、ふっ、うわあ、もうね。心臓飛び出るかと思って、本当に口からもう、うわ、うわっ、くそか思わず叫んだもんね。うわっ、うわっ、ちょ、じいさんは吹っ飛んでってね。で、僕はもう急いで起きて、うわっ、どっ、部屋の電気つけて、で、どこいるんですか。カーテンにくっついてるから、ちょっと僕もう引っ越して今4ヶ月ぐらい経ったわけですけども、まあ一回もまだ遭遇してなかったんです。で、今回初 G なので、特にね、対策グッズとか何もない。もうどうするかね、もういらなくなった雑誌でパーンですよ、パーンね。まあね、もうね、すごかった。はい。もうその後、僕の家の近くにね、松本清あるんですよ。もう急いで松本清に行って、で、買ってきた。ちょっとね、はい、まずこちら、ゴキブリホイホイ、ゴキブリ、あ、違う、G ホイホイでしょ。で、コンバットお外用、お外で自退治、はい、これはあの玄関とかベランダとかの両脇に置いておくと、じいさんが近寄りにくくなるみたいなね。まあそんな感じ、はい、で、まあ、そしてこちら、ブラックキャップ7つの効果でしっかり効く、はい、その日から効く、メスの持つ卵に効く、あと薬剤抵抗性ゴキブリ、あ、薬剤抵抗性 G に効く、はい、そして巣に潜む G に効く、はい、そして、ほうほう、隠れたところに効く、はいはい、ブラックキャップ、もうこれ、ね、完全装備ですよ、ね、外から来る G さんはこれで対策して、で、中に潜むやつはこいつ、ね、で、まあ、なんか、まあ、巣じゃなくてその辺を徘徊してるやつにはこいつ、ね、それでも
まあ、僕の目の前に現れようもんならこいつですよ。はい、ゴキジェ、GJ プロ、GJP、はい、GJP、はい。はい。というわけで早速、マルGメンを、まあ、その辺そこかしこにね設置したわけですよ。まあそれでも、いや、まあ、仮にね、仮にですよ、まあ、皆さん G がね夜中に自分の手をこう登ってきていましたね。で倒しました。はい。で対策グッズを買ってねしっかり置きました。もうこれでバッチリです。はい。ゆっくり寝れますかゆっくり寝れますか。僕ちょっと寝れないな。だっていつまたここ来るか分かんないね。ここ来るならまだいいよ。まあ、良くないけど、良くないけどね。ここからこう来てこう来られたらもうね、G さんがね、G in マウスになってたらもうね、もうねもうねもうねもうやだいや、あのね、僕自身虫はそんなに苦手じゃないですね。G が出たといっても、まあ、別に普通に殺せるし、うん、もうそんな死骸だって、ね、ティッシュでパッて包んでポイって捨てるし、ね、全然その辺は余裕なんです、ね、ただここに来られたらもうダメでしょ。はい。じゃあちょっとねあれですよ、はい、先日ね、先日紹介したこいつね、ほらこいつがね この状態ですよ。僕今この状態、寝てます。この状態ね、ほらこの距離、この距離で目を覚まします。はい。はい。ちなみに、こちら G 対策グッズ全部で3000円しました。はい。もうねこういうのはねお金じゃない、お金じゃない。だってね、もうその日、その日、あの日、あの時、あの場所でね、はい、君と出会わなかったら、これはもう買わなかったってことでしょ、ね。もう、はい、そんな感じです。今何分喋った？ちょっと待って、もうね、今7分、これ8分ぐらい喋ってるわけですけども。はあ、ね。というわけで、眠れぬ夜は、君のせい。そんなミニアタリチャンネルでした。皆様も、この夏ね、しっかり G 対策をして安心安全な睡眠を取れるように、はい、頑張りましょう。はい。僕もしっかりしっかりね、ごめん、あのね、部屋が汚い、部屋が汚い。結構綺麗好きではあるんだけど、もうね、片付ける時間とかが全くなくて、もう部屋のあちこちにね物が散乱してるわけだから、そろそろ片付けようかなと思って、さ、そろそろ片付けようかなと思ってる矢先に出たからね、彼が出てきてくれたので、もうね、もう決心して今日は部屋を片付ける決心がつきました。はい。以上ミニアタリチャンネルでした。バイバイ。予告はなし。